は起きない Don't stop, don't stop the music World Wide おっぱいなんだよねえ君やば、早く拾わなきゃそこの大食いの君え森島先輩あれどこかで会ったことあったっけあ、はいこれ落としたよ大食いくんあすみませんありがとうございますあなたは、はい可愛らしい目をしてるはっ、うん、あっすみません。あ、いった森島先輩？あら、君はお昼の大食いくん？そうだ。君の名前まだ聞いてなかったよね。あ、そうですね。僕は2年 A 組橘純一です。ありがとう、橘純一くん。いえ。呆れた。名前も知らないのにこんな荷物持ちを頼んだの、はるか。名前は知らなかったけど、橘君なら頼んでも大丈夫って分かってたよ。え、どうして？だって橘君、優しいもん。私も入れてえ森島先輩えいえいえい森島先輩どうしたんですか、森島先輩。あのね、馬跳びをしてる子たちがいるなと思ったら、その中に橘くんがいたから、私も混ぜてもらっちゃおうと思ったの。いきなりだったからびっくりしましたよ。橘くんだったら飛び入りでもオッケーかなと思って。え？だって橘くん優しいから。あ。あ？かわいい。あ、このワンちゃんあの子に似てるかも。顔真っ赤にしちゃってさ、あの時の目はちょっとだけかっこよかったな。うん、ちょっとだけね。お祭り、いけてて、いけてて、面白そうね。私も混ぜて混ぜて。森島先輩、いや、うぞ、マジ、あ、いたたた、どうしてここに。前の授業が体育だったの。さあかかってきなさい、カモンカモン。そう言われましても。何、来ないの？ならこっちから技かけちゃうよ。まんじ固めとか。まんじ固め、よろしくお願いします。あ、ずりぞ。ちょっとはるか、何やってるの？橘くん、森島先輩。ちょうどよかった、女子用の水着持ってない？は？だから女子用の水着持ってるわけないじゃないですか。そっか、もしかしたらと思ったんだけどな。持ってたら逆に危ないですよ。ちょっとでいいから貸してくれない？はい、それならいいですよ。オーキードーキー、ありがとう。じゃあ着替えてくるわね。先輩、お待たせ。どう、似合う？もちろんです。これでも食らえ。もう一度眉毛にキスしてほしいんですけど。お願いします。もう一度。はい、一度だけでいいんで。いや、先輩さえよければ二度でも三度でも僕は。ダメですか？今の君の眉毛は可愛らしくないからダメ。眉毛がですか？今はいやらしいことを考えている眉毛ね。そんなことは。先輩、ここ。え、学校から出るの？はい、くぐり抜けてください。君は私がくぐり終わるまで待ってからね。はい。まあいいわ。じゃあ早速。唇はダメよ。膝の裏でお願いします。膝の裏？さすが橘君ね、その
その考えはなかったわ。どうですかね。膝の裏か。これでいい？はい、バッチリです。いつでもどうぞ。じゃあ行きます。そっちは違うでしょ。ワンワン、お座り、そこから先はまだ通行止めなんだから。まったく、すっごくくすぐったかったんだからね。すみません。ママ、思いっきりか。よし。えい、ゴロニャーン、ニャーン。ゴロニャーン、森島先輩。何してるにゃん。何してるって、先輩こそ何してるんですか。にゃにゃん攻撃。にゃんにゃん攻撃って、視線が。参ったか、にゃんにゃん。参りました。驚いた。そりゃ驚きましたよ。一体どうしたんですか。嫌だった。いえ、そんなことないです。むしろ嬉しいくらいで。そっか、よかった。意地悪しないで。たくしょうがねえな。ほら、まずはスープからだ。おいしい。あ、スープが垂れてテラテラ光って、なんかすごい。なんておいしいの。ああ、スープがこぼれちまったよ。困った姉ちゃんだ。お願い、もっとちょうだい。慌てるな、ちゃんと冷まさないと火傷しちまうぜ。でも早く食べたいの。まったく癒やしん坊だな。また視線が。早く。はい、綺麗なお姉さん、僕をここから出してくま。橘君。驚きました。もうびっくりしちゃったじゃない。わお、やった、クマちゃんゲット。よかったですね。君が脅かしてくれたおかげで偶然取れちゃったみたい。ありがとう森島先輩、かわいいな。先輩どこだろう、もう帰っちゃったんじゃ。こら、こんな日に女の子を待たすなんていけない子ね。すみません。やだ橘君、頭から湯気が出てるよ。必死に走ってきたんで。もうしょうがないんだから。こんな湯気まで出されちゃったら怒れないじゃない。ありがとうございます。お待たせ。はい。新しい水着なんだけど、どうかな。全然変じゃないです。似合います。綺麗です。本当にありがとう。うわわ、立花君すごい汗。そうですか。うん、だってほら見て、君の方がこんなにいっぱい汗が出てるんだもん。これは先輩との肌の密着もさることながら、僕と先輩の汗が混じり合いながら床に落ちていく。よし、私も負けないくらい汗をいっぱい出すわよ。これはさっきと同じじゃないか。停電か。違うよ先輩。恥ずかしいから私が消したの。その格好は先輩。バカ。どうして覗きに来てくれないの。は？
どうして覗きに来ないのよ。しまった、僕覗きに行かなきゃいけなかったのか。私は君が好きなの、大好きなの。先輩、私ずっと待ってたのに、ずっと待ってたのに、もう嫌われちゃったかと思って、諦められちゃったのかと思って。はるか、よくできました。好きだよ、ずっと一緒にいたい。私も好きよ、大好き。キスして、そのまま離さないで。あれからもう10年か。それにしても、これで本当に刑事だって言うんだから、日本の治安は大丈夫なのかしらね。響き、11には日本の平和は守れないかもしれないけど、私のことは一生守ってくれるって約束してくれたのよ。はるか、11、星の数ほど愛してる。はいはい、ごちそうさま。私が愛してるわ、11。はるか、11。